こんにちは、のりたろうです。今回はコイン投資をする際に大事なポイントとして、どんなコインを買ったら良いかについてお話ししたいと思います。私はコイン投資を始めたばかりですが、コイン投資をいざ始めてみるといろいろと気づいたことがありましたので、重要だと思ったことについて発信していきたいと思います。この動画ではこれからコイン投資を始めたいという方向けに、どのようなコインに投資をすればということをご紹介したいと思います。それでは今回のお話の内容はこの10個になります。コイン投資を選ぶポイント10ということで、まず1つ目、スラブ入り鑑定済みコインを選ぶ。2つ目、高鑑定のものを選ぶ。3つ目、モダンコインは2オンス、1オンスのものを選ぶ。4つ目、発行枚数が少ないものを選ぶ。5つ目、流通貨幣 BU 版ブリオン版ではなくプルーフ貨幣を選ぶ。6つ目、メダルではなくコイン。7つ目、基本は金貨、人気の金貨は銀貨も人気になると。8つ目、モダンコインはイギリス、アメリカのコインが初心者向き。9つ目、相場で買う、もしくは販売価格で買う。10個目、注目されるものは高くなる。この動画は少し長くなるかもしれませんので、概要欄の目次で見たいところの時間の部分をクリックすると飛べるようにしてあります。ではまず1つ目からお話し入りたいと思います。スラブ入り鑑定済みコインを選ぶということで、今ネットで何でも買える時代となっておりまして、コインでもオークションなどで、ネットで購入することが多くなりました。なので画像の良し悪しで細かい傷などがよく見えないんで、買ってしまってから、こんなはずではなかったというトラブルが相次いでいると。でコインの歴史というのは2000年以上もありますので、それなりに偽物も多い世界になります。スラブ入り鑑定済みコインというのは、具体的にこういうものですが、しっかり鑑定して、NGC とかですね、 PCGS というような鑑定会社が鑑定してケースに入れた、ものを選ぶというのが、ネットで買う時の、一番目の大きなコツになります。失敗した具体例としては、こういうものですね。これが私が一番最初に買ってしまった失敗作ということで、これが本物であれば、数億円ぐらいする価値のあるものですが、あまりにも価値がありすぎますので、所在はだいたい分かっていまして、この私の手元にあるはずがないと、そういう代物になります。裸のものを買うとこういう偽物を掴んでしまうことが多くありますので、間違いないためにはこういったスラブ入りのものを選んだ方がいいと思います。ただ購入時にですね、オリジナルケース、イギリスなどで発行されるとこういう形のケースに銀貨が入っていたりしますので、こういうものを買ったりとかですね、あと各国の造幣局などの発行元で直接買い付けてそれを鑑定に出すという方法もありますので、そちらにチャレンジしてみるのも手かなと思います。続いて2つ目に参ります。高鑑定のもの、モダンコインは70グレード、アンティークコインは62が目安と言われています。鑑定済みのコインには70を最高として70段階でコインをグレーディングした結果が書いてあります。こちら見ていただくと、これは69と書いてありますね。なので、最高グレードの一つ下になります。これ新品で、鑑定に出しても69になるという場合も多くですね、70というのはもうよりすぐりのものということになるので、非常に、いいものということになります。ただ100年以上もっと昔のアンティークコインというのはですね、グレード70というのはほとんど存在しませんので、その目安としてですね、62、もう一度見せますが、ここの、PF69 と書いてありますが、ここが62以上のものを選ぶと、未使用ということになりますので、
それを目安に選ぶと良いと思います。この金貨ですね、もう一度お見せしますが PF69 ウルトラカメオと書いてありますが、これはイギリスのロイヤルミントで1988年に発行された、ブリタニア金貨になっています。ここの69というところが70というのを選ぶとですね、このコインの倍とか下手したら3倍ぐらいの値段がつくことがありますので、70を狙うといいと思います。で、早速これが69じゃ70じゃないのかというお話もあるかと思うんですけど、人気のコインというのはですね、そもそも70グレード高くなってますので、値上がりは人気があるコインについてはその下のグレードも一緒に値上がっていきますので、手頃なグレードのものを買って値上がりを期待するというのも一つの有効な戦略だと思います。はい、続きまして、3つ目のお話に参ります。モダンコインは1オンス、2オンス、アンティークコインも1オンス、古代のコインは小さくても人気ということで、各オークションサイトや販売サイトでもすぐに売れてしまうコインというのは綺麗でやはり大きなコインになります。最近のモダンコインについては2オンスのものがよくあったりするんですけど、これは1オンスになります。1オンスのものだとかなり大きなものになって、これが通常の100円玉なんですけど、500円玉よりも大きいぐらいのものになります。やはり、小さいものより大きい方が、やっぱり見栄えも良いですし持ってて、重さもあるということで、やはり大きいものがよく売れます。ただ大きければ大きいほど良いのかというとそうではありません。5オンスや10オンス、1キロのコインなどもありますが、大きすぎるとそのものの金の価格が高いので値段は必然的に高くなります。そうなると値段は高すぎるのでよく売れるのはやはり1オンス、2オンスという大きさになります。続いて4番目、発行枚数が少ないものを選ぶ。理由としては発行枚数が少なければ少ないほど欲しがる人も多くなります。なので枚数は少ない、欲しがる人が多いということで値段はどんどん上がることになります。これは日本の貨幣でも例えば、昭和64年とか令和元年のものなど発行枚数が少ないものが値上がるっていう感覚は分かっていただけるかと思います。続いて5つ目、流通貨幣 BU 版ではなくプルーフ貨幣を選ぶと。ここは意外に素人にとっては重要な項目で、同じコインでも BU 版とプルーフ版が同時に発行されておりまして、 BU 版を買うとそのものの金の地金価格にしかならないので慎重に見極めて買いましょうということで、BU 版というのはですね、発行枚数が制限がなかったり非常に多いので付加価値がつきにくくなるので地金価格になるということです。で、鑑定済みだと比較的分かりやすくて、グレーディングの数字の前にですね、先ほどもお見せしましたけど、ここに、一番端に PF と書いてあります。で、これがちょっと鑑定会社によって若干違って PF とかですね、PR と書いてありますけど、これがプルーフ版ということで、贈答用に、このようにですね、こうキラキラと鏡面仕上げになっているのがこのプルーフ版の特徴です。で、 BU 版っていうのはですね、ここが MS とかですね、他の言い方になってますので、そちらで見分けることができます。で、写真なんかを見ても、やはり先ほどお見せしましたけどプルーフ版っていうのはこうキラキラこの背景の部分が鏡面仕上げになっているのに対して、 BU 版はですね、こういう 線が入っていたりこうギザギザになっていたりというような形になってありますので、BU 版かプルーフ版かっていうのは
しっかり見極めて、まあ、あの新品を買うと同じぐらいの価格で売ってますので、間違えないように注意していただけたらと思います。まあ、そんなこと言われても分からないという方もいらっしゃると思うので、もうあの鑑定済みでここがもう PF か PR ってなっているものに限定して買われると間違いないかと思います。それでは6つ目に参ります。メダルではなくコインということで、こちらもやはり素人はなかなか分からないんですけど、コインとメダルっていうのは全く違いまして、コインというのはあくまでも各国で貨幣として発行されたもので、メダルというのは、貨幣ではないので、それ自体で買い物ができないというようなものになります。まあ、もちろんアンティークコインで買い物はできないんですが、貨幣として発行されたかそうでないかというのは大きな違いになります。で、もう一つそのメダルとコインの大きな違いは、偽造した時に罪に問われるかどうかということで、メダルは偽造しても罪に問われないので偽物も多く作ることができます。それに対して売る時にですね、まあ、メダルも綺麗なんですけど、やはりコインのプロの方はですね、やっぱりメダルってなると警戒されて、世界中どこでもやはりコインであればすぐ売れますが、メダルとなるといろいろ下調べが必要になるので、売却する時のデメリットがメダルにはあるということなので注意が必要です。まあ、言い方が悪いですが、パチンコ屋さんのスロットで使うメダルですね、まあ、あとゲームセンターにもメダルゲームなんかありますけど、まあそれはメダルです。これはやっぱりパチンコ屋さんの景品交換所じゃないと、現金に交換できないと、まあ、価値が上がるという、それ自体価値があるということもないようなものになりますので、まあ、メダルというのは貨幣じゃないとしっかり認識して買い分ける必要があります。まあ、ただ、メダルでも非常に価値があるものはありますので、ただ素人向きではないので手を出さない方がいいかなと思います。知ってる方はメダルを買われるので、それは全然問題ないかと思います。続いて7番目ですね、基本は金貨、人気の高い金貨は銀貨も人気になると。これはそのまま金貨の方が元値が高いので、その分値上がる金額も大きいということです。で、人気の絵柄の金貨が値上がった場合、銀貨も一緒に値上がるということがあります。で、具体例としては前回の動画で、グレートブリテンのウナとライオンの2019年復刻版のお話をしましたが、金貨は1年で60万円が800万円となっており、率は1319% ぐらい上昇しましたが、利益が出た金額としては740万円利益が出たことになります。一方2オンスの銀貨ですね、こちらは、販売価格が2万5000円ほどだったものが135万円ぐらいになっておりまして、こちらは率としては 5472% も上昇してますが、利益の金額だけで見ると132万円ということで、まあやはり金の方が元値が高い分、値上がった後の利益の出た金額ですねは非常に高くなるということで、ご理解いただけたらと思います。まあ、そんなこと言っても金貨なんかなかなか買えないよという方は、銀貨の2オンスとか1オンスを複数枚購入してですね、値上がりを期待するというのも一つの手ですが、まあ、その分全部が売れるかというと、売れないで在庫を抱えるリスクもあるということを覚えていていただければと思います。言ってみれば、金貨は長期投資として見て、銀貨を短期投資として、銀貨でコツコツ稼いだお金で金貨を買うというような戦略を取っている方もいらっしゃるので、そういうのも一つの手かと思います。続いて8つ目、モダンコインはイギリス、アメリカのコインが初心者向きということで、モダンコインはやはりイギリス、アメリカのコインが人気が高いので、値上がりも期待できると思います。イギリスには旧植民地のオルダニー諸島とかセントヘレナ島などからも、
2019年にウナとライオン、まあ先ほどお話ししたような金貨と同じ、絵柄のものが出ていまして、ただこちらはグレートブリテンのオリジナルのものに比べると割安なものになっています。なので逆に言えば上回ることはないにしても、人気の絵柄ということでまだ割安で手に入ると、なので狙い目だと言ってそちらを好んで買われる方もいらっしゃいます。はい、続いて9番目になります。相場で買うもしくは販売価格で買うということで、こちらが一番難しいところになるんですが、相場の調べ方についてはちょっと詳しく別の動画で上げたいと思いますが、今回はさらっとお話ししたいと思います。コインの相場というのは世界で開催されるオークションで決まると言われています。買いたいコインがありましたらオークションの過去の販売履歴などを調べてみると良いかと思います。具体的にはヘリテージオークションというのが参考になるかと思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ一度確認してみると良いと思います。また販売価格を知りたい、もしくは販売価格で買いたいという方にはイギリスのロイヤルミント、まあ、日本語で言うと王立造幣局のサイトになりますが、こちらも現在販売中のコインを見ることができますので、概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひ確認してみてください。英語が難しいという方にはですね、日本語でも大成コインオークションとか銀座コインオークションなどの、まあ、有名な大きなオークションがありますので、そちらを確認されると良いかと思いますが、まあ、アンティークコインやモダンコインの、まあ、情報弱者とならないためにはやはり英語のサイトをお勧めします。で最後の10番目、注目されるものは高くなるということで、これは最初何が上がるかというのは非常に難しいところなんですが、発行枚数が少ない上に欲しい人が多いと急に品薄になってしまいまして、結果として値段がどんどん上がるというわけなんですが、まあ、半分結果論になりますが、先ほど あのロイヤルミントなど その発行元のサイトを頻繁にチェックすると、まあ、分かってくるかと思います。まあ、具体的には、まあ、先ほどからお話しているようなウナとライオンというような図柄、あとはクイーンズビースト、あとは伝説のミュージシャンシリーズでクイーンとかですね、エルトン・ジョン、あとは映画シリーズで007などですが、この中でクイーンズビーストというのは全10作品のうちのまた9作品までしか販売されていないので、残りの1作品が来年早々ぐらいに発売になるのではないかと言われていますので、これは狙い目かと思います。また伝説のミュージシャンシリーズもこれから何作出るかとかそういったことが分かってませんので、来年早々に新しいイギリスのミュージシャンのものが出る可能性がありますので、これも要チェックかと思います。最後にまとめになります。今回はこの10個のお話をしました。1スラブ入りの鑑定済みコインを選ぶ、2高鑑定のものを選ぶ、3モダンコインは2オンス1オンスのものを選ぶ、4発行枚数が少ないものを選ぶ、5流通貨幣ではなくプルーフ銀貨プルーフ貨幣を選ぶ、6メダルではなくコイン、7基本は金貨、人気の金貨は銀貨も人気になると、8番目モダンコインはイギリスアメリカのコインが初心者向き、9番目相場で買うもしくは販売価格で買う、10番目、注目されるものは高くなるということで、この10個を意識していただけるといいコインが買えるのではないかと思います。ちなみに投資はあくまでも自己責任となりますので、自分で買うかどうかというのは決めていただけたらと思います。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。また今後の励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今後も皆様に有益な情報を発信できればと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。